妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、お姉ちゃん。今日乗る戦車は、日本のピア60戦車、おいちゃんだね。うむ。マップはプロヴィンス、マッチングはティア6と7だね。それじゃあ初動は、いつもの場所で通行料をもらいに行こうか。了解だよ、お姉ちゃん。今日はバージョン 1.13 になって初のバトルだし、ちょっと楽しみだよね。うむ。ただ、おいちゃんキャノンがどこまで弱くなってるか、それだけは気がかりだね。あわう。と、早速いい感じに撃てそうな T153 がいるね。と思ったけど、右にもっと美味しそうな子がいるね。了解だよ、お姉ちゃん。てあう、逃げられちゃった。くう、撃てればよかったけど、仕方ないね。当初の予定通り、T153 を狙おうか。了解だよ、お姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。さすがおいちゃんキャノン、リタイもろともダメージ入ったね。いいね、お姉ちゃん。ただこれ、250ダメージって、ちょっと低い？榴弾のダメージは、榴弾威力割るに低いって1×装甲圧×内張り補正だから、T153 の場合、内張りをボーナススロットに入れていたとすると、基準ダメージは287で、触れ幅は175×398の間だね。ふむ、ということはちょっと下振れしてたってことだね。とはいえ、最悪200以下になっちゃうのは、なんというか、って感じだね。ナイスショット大妹よ。でもトラさん相手294ダメージか、なんていうかだね。あわう。トラさんの100ミリ圧の装甲が相手だと、269が基準で、触れ幅は157×380だね。防順に当たったらノーダメなことを考えると、やっぱりもう榴弾砲は微妙なのかな？トラさんは離体が40ミリあるから、離体に当たってもノーダメになっちゃうよね。あわう。これはどれだけ弱体化したか、ちょっと調べてみる必要があるね。本当だね、お姉ちゃん。というわけで、統計データを扱っている TOMATO GG さんで、早速調べてきたよ。それによると、6月26日現在の、おいちゃんの過去60日間におけるサーバー平均よだめは、アメリカサーバー758、EU サーバー734、アジアサーバー787だったのに対して、アプデ後だけの集計になる過去3日間だと、アメリカ706、EU 688、アジア722と、平均よだめが50ほど下がってるんだよね。全サーバーで平均よだめが綺麗に50くらいずつ下がっているとなると、偶然とは思えないね。うむ。これはアプデの影響と見るのが妥当じゃないかな？それと、手法の選択の関係で榴弾砲じゃない可能性もあるおいちゃんだけだとあれだから、絶対に榴弾砲しか使えない戦車、KV2R3 の平均よだめも調べてみたよ。そしてその結果がこれだね。こちらもサーバー平均よだめが結構下がってるね、お姉ちゃん。うむ。サーバーごとに多少差があるけど、アメリカサーバーでは914×840と、74も平均よだめが下がってるからね。これは正直、かなり大きいと言わざるを得ないかな？そうだね、お姉ちゃん。まだデータの量が多いわけじゃないから暫定的なものだけど、よだめが 5% 以上も下がっちゃうのは、かなり影響大きいよね。うむ。このあたりの影響については、今後追加で調査をしていきたいところだね。さて、なんかもう勝負ありな気がするけど、長いこと脱線しちゃったし、ここからはバトルの実況に戻ろうか。了解だよ、お姉ちゃん。現在の戦況をまとめると、西側はほぼ味方が制しているから、東側、つまりこちらサイドを取れれば勝利確定だね。うむ。敵も装甲の厚くない中戦車ばかりだし、ここら辺ででっかいの一発撃ち込みたいね。了解だよ、お姉ちゃん。狙ってみるね。うむ。頼んだぞ妹よ。む、あれに見えるはクロムウェルさんの側面だね。おお、ナイスショット大妹よ。素晴らしい一撃だね。でも、かなり下振れしちゃったね、お姉ちゃん。うむ。本来890ダメージだから、一撃撃破でもおかしくはなかったのにね。T153 への一撃にしろ、トラさんへの一撃にしろ、なんか今日は下振ればっかだよね。あわう。でも本当だね、お姉ちゃん。よしよし、ナイス撃破大妹よ。ラストは T23 だけど、
装填間に合わないかな。そうだねお姉ちゃん、終わっちゃいそうだね。うむ、とはいえ無事に勝利だね。やったねお姉ちゃん。成績発表。ヨダメ1759、キル数2、アシスト1132、棒ダメ510。スコアは988でチーム内トップ、2バッジをゲットだね。収支は、さすがおいちゃん、安定の黒字だね。バージョン 1.13 の影響で今後どうなるかわからないけど、中期値の有段宝戦車は独特な魅力を持つ子が多いし、できればその魅力は損なわないままにしてほしいね。本当だねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。